ピアキングです。今日はですね、みんなでバトルやっていきますか。そういえば最近こんなコメントもらったんですよね。この人のね、実況を見てたらなんか元気になるみたいないや、めっちゃ嬉しいなと思って、僕の動画でですね、元気になれるとか、それはやっぱね、配信者冥利につきますよね。なので今日はですね、気分がいいんで歌いたいと思います。勇気 100% っていうやつ、みんな知ってる？それじゃあいきます。100%、なんかね、クッパなんとかって書いてたんですよ。ああ、大体見てないけど、クッパしか見てない。あら、キノピオなんか挨拶してくれましたね。なんかめっちゃあれだね、あの律儀だね。多分ね、知らない人が結構いたような気がするんですけどね。なんか司令塔結構上手くない？オッケー、ルイージナイス。基本ノンストップでいく。ノンストップがこれ勝ちの法則ね、みんな。で、ここヒップドロップ来た。これは勝ちでしょ。で、右、なんかクッパなんとかって書いてたんですけど、クッパいるのかな、どうなんだろう。オッケー、中間でっかくなって、オッケー、ナイス、出た。で、倒していく。後ろのね、弟が来やすいように倒していきます。ナイス、お兄ちゃん、オッケー、ナイス、ゲス。で、ここ落ちんように行こう。大丈夫、おい、うわ、待って、うわ、大丈夫、うわ、上、これ上だよ。オッケー、ルイージあれだね、つまずいたね。ここで私もう追い抜きます。これ何言ってるかな、追い抜きますはないね。まあここでゴールできたし、ルイージ待っとこうか、弟待っときましょう。弟じゃねえ。弟じゃないね。キノピコだね。あ、弟は弟やられちゃったのかな。みんな可愛いね、なんか今回のレート、あ、レートじゃねえ、見た目。うわ、なんか楽しそうだな。あれ混ぜてもらえるかな、ちょっと混ぜてもらえるか言っていい？あぶねえ、待って、混ぜてくれないの、混ぜて、僕も、うわ、これ、うわ、やられる、大丈夫、うわ、キノピコ、うわ、もうゴールしよっかね、そろそろゴールします。いや、あれ一歩間違えればさ、ちょっと煽りっぽいよね。見て、あのキノピコじゃん。ワールド1の1から1の2、これあれだよ、きっとあのスーパーマリオブラザーズのあの1の1と1の2がある感じかな。めっちゃ楽しそうだね。これルイージね、なんかね、敗北ヒーローっていう方、なんか知ってるっぽいんですよね、僕のことを。なんかさっきからそんな感じがする。ここ1の1でしょ、オッケー。これ4つ目のドカ入ります。4つ目のドカが熱い。ここ、うわ、敗北ヒーロー、しくった。敗北ヒーローミスしちゃいましたね。ここがあれですよ、近道ですよ。で、次1の2でしょ。1の2はどんなんだったっけな。1の2、うわ、忘れた。あ、待って、これ左、うわ、キノピコ知ってる。うわ、絶対、あ、これ上行こう。うわ、上行けねえ。いや、ちゃん、ここね、結構得意ですよ、私。でもね、この神の甲羅いるんですよ。このコースをやるだけでスピランが上手くなるパート1、マントマリオのままゴールね。スピランだったら結構自信あるよ。うわ、これ最初に行った人が勝ち癖。うわ、マリン、いや、3番手でいい。誰か踏んで、オッケー、それ踏むの待ってました。いや、これ勝ったでしょ。ほっ、よし。で、これはマントマリオはどこ、あ、大丈夫、このままピーフマンで行くね。いや、だ、これマントでしょ。オッケー、ありがとう。Wii の1の1のステージだね。いや、どんな感じかわかんないですよ。お、待って、ここ壁キックできるね。お、この見えない壁あるんだ。うわ、今初めて知った。みんな知ってた？なんかスタート地点なんか壁があるみたいな。うわ、これは知ってるね。このキノピコ多分知ってます。僕知りません。でも勝ちます、絶対勝ってみせます。いや、待って、よし、ちょっとで滑る。これワンチャンあるよ、マジでいけるよ。あのクリボーたちにさえ気をつければいける。オッケーよし、ゆっくり行こうね、ゆっくり行きましょう。オッケー、いや、なんか今日めっちゃ調子いいね。4人用バトルコース最強決定戦、最強は誰だ、最強はピオキングだっていうコース名だったね。よく分かってらっしゃる制作者さん。いや、ここは勝ちますよ。多分横スクだと思うんですよね。一番上いきます、僕ハンデとして一番上いきます。一番下が大体こういうのやつ、一番下いく。いや、一番下取れました。一番下結構ね、有利なんが多いんですよね。あ、待って、マリー、見て、マリー、めっちゃマリー邪魔してる。誰クッとさ、うわ、ルイージ同時ね。ルイージ全く同時ね。うわ、これチャンスあるよ、多分勝ったかもしんないね。うわ、マリオ邪魔くせえだろうな、あのルイージ。さあ、ここで私キノピオでしたね。オッケーオッケーオッケー。で、左、いや、ワンチャン勝てる、絶対勝てる。ほっ、いや、あんまり滑りすぎんように、こうで右、ほい、いや、綺麗に抜けていきます。オッケー。で、次左で、ね、なんか見たことあるね、ここ、ほい、うまい。マリオにだけはね、マジで負けたくないね。ルイージ、敵は取ってみせます、絶対私勝ってみせます。マリオにだけは負けんよ、
オッケー。で次下ね。ほいほい。うわちょっとラグい。ラグいけどこのラグさをね味方につけます。ラグいからね先が結構見えるんですよ。待って結構ねほんとラグいんですけど、なんでだろうね。僕ねめっちゃ回線いいよっていうか、なんかラグ勝ったらさ結構なんかゆっくりいけるね。ほい、うまい。ノーミス。今んとこマジノーミスだよね。はい、オッケーオッケーオッケー。で次キノコね。キノコ取ってここジャンプで、うわ待ってミスった。でここでシャカジャンしよう。オッケー。多分これ勝ったっぽい、勝ったくせえで。ここシャカジャンダメで次ここでしゃがみジャン。はい、うまい。勝った、これ勝ちました。今日めっちゃ調子いいね。これ一番右でいい。あ一番右ダメくせ。こうやっていかないけん。で次右ね。はい、オッケーオッケーオッケー。で次左、間に合い、オッケー。で次ファイヤーボールで溶かしまくる感じで、うわこれ苦手なんだよな。うわラグいしさ、あ待って無駄にジャンプしてしまった。うわキッズラグ、ラグとキッズさが混じってもうラグキッズ。ラグキッズ。何をバカなこと言ってんでしょうね。いつも僕はいつもねなんかバカなことしか言ってないんですけども、これからもどうぞよろしくお願いします。でここ左下、オッケー。これ多分勝ったね。マジ落ち着いて見てていい。だからねちょっと早送りするね。なんかさこのキノコ抜くのめっちゃ早い人いたよ。相当速い人いるんですよ。ポポ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 って抜く人。あれどうやってするんだろうね。あれちょっとマジでねしたいから、誰か知ってる方いたらさあのコメントちょうだい。めっちゃキノコやねえや、めっちゃ雲をね抜くのが速い人のやり方。なんか鼻にね鼻水が詰まってるんですよ。だからねちょっと鼻声かもしんない。めっちゃ鼻水詰まってる。大丈夫、ここは普通に右ね。多分これで勝ったと思います。50コインが先であることを祈っておきましょう。で1回当たる、でもう1回当たるでしょ。 OKOKOK、OK OK OK、多分これでいいんですよね。あここであれね、横すくのあれね感じで OKOK、OK OK、多分もう負けないからね。ほい、わ簡単、見て見て、ほい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 。待ってちょっと落ち着いていこう。はいほいはい、うわ待ってこれまず、後ろルイージ来てない。うわ待って、やべやべやべ、ちょ待って、やべ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 、ちょ待って待って抜けない、やべやべ、はっ、うわ待って待って待って、はい、うわ待ってほんと抜けない、大丈夫、うわちゃっ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 ちゃ、待ってくれ、ここオッケー、大丈夫、よしよしよし、マリオマリオ来たね。いやマリオじゃ負け。オッケー、ルイージ来たね。大丈夫ルイージ。これでゴールでしょ。よかった、危ねえ、もうほんとビビったわ。お待って見て、あのルイージ、あのマリオにだけはどうしてもゴールさせないみたいな感じ。いやいいよ、やれルイージ、いいねいいね、送っておこう、いいねルイージ、ゴールさせないでおこう、あのマリオ害悪だもんね。さああのマリオだけゴールできないようにできるんでしょうか。ルイージ、ルイージ頑張って、ルイージルイージルイージ、うまい。ゴールしてしまったね。あー惜しかったな。いや今のでゴールできんかったらね、うんちょっと面白かったんですけど、まあいいか。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。